ジェレミーテンは、カナダの元フィギュアスケート選手。2015年カナダ選手権2位。サイモン・フレイザー大学では、運動生理学を専攻し、健康科学の学士を持っている。1989年2月21日、ブリティッシュ・コロンビア州バーナビーで、中国系ブルネイ人の移民である両親のもとに、生まれる。 スケートを始めたのが1999年と世界レベルの選手としては遅い部類に入る。2004年にカナダ全国選手権のプレノービスクラスを14歳11ヶ月で優勝。3ヶ月後、初の国際競技会となったトリグラフトロフィーノービスクラスも優勝する。翌2004から2005シーズンには一足飛びに国内ジュニアクラスに上がり、 カナダ選手権で2位となる。2005から2006シーズンにより ISU ジュニアグランプリに参戦。3シーズン後大会で2度表彰台に立つ。2007から2008シーズンは世界ジュニア選手権カナダ代表となり8位に入る。国際シニアクラス初年度の2008から2009シーズンから ISU グランプリシリーズに招待される。2009年にはカナダ選手権3位に入り。 カナダ代表として4大陸選手権、世界選手権に出場した。2011年1月、骨の接触に問題があり、手術と回復に3ヶ月を要するために、カナダ選手権を欠場した。6月には、左飛骨を螺旋骨折したが、こちらは、手術をするまでには至らなかった。カナダの国内大会で試合に復帰し、二千十二年のカナダ選手権では三年ぶりに、 同メダルを獲得し、4大陸選手権の代表に選出された。2013から2014シーズン、ネーベルホルンハイで3位となりシニアの国際大会で、初めてのメダルを獲得。2014から2015シーズン、引退を決意し最後のシーズンに挑んだ。4シーズンぶりに出場した、グランプリシリーズでは、ロステレコムハイで10位、NHK 杯では8位。 カナダ選手権では2度の点灯があり FS だけでは3位だったが、総合では初の銀メダルを獲得した。6シーズンぶりに出場の世界選手権では22位。2015年6月12日に競技からの引退を発表した。ありがとうございます。